高橋メソッドの高橋龍馬です。研究生の方々の作品をご紹介いたします。こちらシャルダンの作品、模写の作者は小熊さん、女性の作家の方です。高橋メソッドへの入学目的は表現に必要な画材の知識を深めたいということでした。コローの風景画、コローの穏やかで優しい画風は技術もさることながら作者の人柄がエッセンスになっているように感じます。この模写を描かれた方は主に公募展に出品される絵を描かれていましたが、昔の画家の描き方を勉強して表現の幅を広めたいということで入学されました。シャルダンの静物画は高橋メソッドの夏季講習会で描いたものです。夏季講習会では実際に講師が描いて手本を示します。そしてそれを参考に皆さんと一緒に制作を進めていきます。マドラー像、特別に有名な画家ではありませんが、とても丁寧に絵の具を塗り込む描き方が特徴です。特に肌色は絵の具の機能を最大限に活用された手法です。この研究作品はデッサンと油彩画の基礎過程を修了後最初に描いた初めての人物画です。アングルの肖像画です。マドラー像に続いて今度は男性の人物での復習です。前回よりもデッサン力、形の捉え方が格段に良くなっています。研究生の山中さんはこの模写でこの年の優秀技能賞を受賞されています。高橋メソッドによる3メソッド、古い技法書では油彩画三大様式とも呼ばれています。油彩画の技術は15世紀のヨーロッパブランドル地方で生まれました。3メソッドの第一様式です。その技術は16世紀にアルプスを越えてイタリアに伝わりました。これがセカンドメソッドの第二様式です。このカラバッチョの作品は麻布に赤土の下地を塗ってから描いた典型的な第二様式の画風です。この作品はラトゥール、光と影というイメージはレンブラントにも共通しますが、絵の具の流動感や大胆な筆跡で表現されるレンブラントに対してラトゥールの画肌は画面上の絵の具を丁寧になめしながら絵の具層を重ねていくことで緻密でしっとりとした質感となっています。高橋メソッドは模写の技法を教える教室とのイメージがあるようですが、それは間違いです。例えばこの作品はカラバッジョとラトゥールの第二様式で学習した技術を生かして描いたオリジナル作品です。バッハやモーツァルトを学んでからオリジナルを作曲するクラシックの世界と同じように、高橋メソッドでは過去の技術を可能な限り学んでいただいてからオリジナル制作に役立ててもらうのが目的です。こちらの真柳さんはご自分の工房を持たれています。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。デューラーの水彩画です。油彩画は難しいので簡単な水彩画をやってみたい、そんな意見も聞きますが、この時代の水彩画の描き方は油彩画のやり方とほとんど一緒です。この時代の水彩画を見ると油彩画技法なら簡単な表現をあえて難易度の高い水彩画で表現してみせたりもしています。この時代の画家たちも互いに技術を競っていたことが伺われます。このホルバインの作品は何とも不思議なものばかりが集まった絵です。この時代の絵師は模写を通じて技術を学んだと思われます。そしてホルバインはこの絵を模写して腕を磨く後輩がいることを予見してこの作品を描いたと思われます。しかしそこに描かれたものの多くが無理難題です。例えば2分の1分割法という高橋メソッドによる合理的な手法すら受け付けません。これは明らかにホルバインによる意図的なメッセージもしくはジョークでしょう。古い時代の画家とのコミュニケーションはただ描くだけでなく作者の人柄や時代背景などを彷彿させてくれるのです。ルーベンスの風景画、模写された方は名塚さんです。こちらはコローの作品、描かれた方は
70歳になられた角田さんです。現在はモナリザを描いています。高橋メソッドの制作基準は、教室で完成させた作品はどこに出しても自信を持って飾れる絵です。そういった点でモナリザを仕上げるには相当の力量が求められますが、角田さんの意欲に押されて制作を許可いたしました。こちらはコローの技術をデッサンと油彩画数点で学習した後に描いたオリジナル作品、数学の橋です。レンブラント。私はレンブラントとベラスケスがいなかったら絵をやっていなかったかもしれません。それだけ大好きな画家というよりも絵の神様のような存在です。レンブラントの絵は例えば印象派の絵に比べると暗いのですが、部屋に飾っておくととても穏やかで温かい雰囲気を醸し出してくれます。この作品を描いた工房スタッフの八木沢さんも大のレンブラントファンです。カルフの生物画、黒と赤土と黄土、そして白、これで黄金色を表現します。シンプルで素朴な材料だけで絶妙なバランスで絵の具を組み立てます。できれば簡単、できなければ絶対に描けない技ですが、その壁を少しずつ壊していくのが高橋メソッドのカリキュラムでもあります。こちらは私が描いたカナレットの模写です。大きさははがき2枚ほどです。この作品を描く前に国立東京博物館の親指のマリアを複製しました。肉眼では目視できない絵の具層の深部まで完全手彩色によるとても緊張感ある仕事でしたので、その後で描いたこの作品は絵の具のパフォーマンスを存分に楽しみながら描くことができました。そして絵の素晴らしさを再確認した作品でもあります。巨匠たちの技術は謎に包まれた雲の上の存在と思われがちですが、どんな名画でも印刷のように一度に仕上げられてはいません。どの絵も最初は一筆から始められます。そのプロセスを音楽を学ぶように順序よく学習することで確実に上達することができます。歴史は学ぶだけのものではなく次世代に提供するものでもあると考えます。過去の足跡から多くを学んで素晴らしいオリジナル作品につなげてみてはいかがでしょうか。